サウンドハウンドは、サウンドハウンド社が提供する音楽、認識検索アプリケーション。流れている曲を聞かせたり、気になる曲の鼻歌を聞いて識別できる曲名検索アプリ。オレンジ色のボタンがあり、ここを押すと聞き取りが開始され、画面表示に、聞き取り中と表示される。途中で歌い終わりたいときは、再びオレンジ色のボタンを、言うサウンドハウンドは、 音楽検索のためのモバイルアプリで iOS、AndroidOS、Windows モバイル、Blackberry に準拠するほとんどのモバイル端末に対応している。2015年5月現在、世界で2億6000万を超えるユーザーが利用。2008年に発表されたメロディスコーポレーションのミドミモービレが全新アプリ。当初はハミング検索をメイン機能としてリリースされたが、 ユーザーのニーズを考慮し、オリジナル曲検索への対応も強化した。2010年、アプリ名及び社名をサウンドハウンドに変更し、アプリデザインや UI、機能も大幅にリニューアルし、すべての機能とブランディングの強化が図られた。TV、ラジオ、BGM 等の楽曲を聴かせても、自ら歌っても、どちらの方法でも楽曲検索できる、現在唯一のアプリである。 現在のアプリでは、検索結果だけでなく、検索履歴、アーティスト情報、各国の検索ランキング、世界中の検索状況がわかる音楽マップなど、音楽や検索を楽しめる機能が充実している。また、検索した曲を様々なソーシャルツールでシェアすることも可能。すべて自社で開発した音楽認識技術を使用している。自社開発のノイズディテクション機能もあり、 店で流れる曲やナレーションが入る CM 曲などもかなりの精度で検索が可能提供元は米国サウンドハウンドインク2005年に設立されたシリコンバレー企業である2007年に日本法人が設立されている日本ではヤマハカラオケジョイサウンドのエクシングレコチョクなどとのパートナーシップがあり KDDI の au スマートパスや 楽曲検索へのサービス提供やカシオ計算機の G-SHOCK GBA-400 へのライセンス提供など幅広い展開をしている。ありがとうございます。